北の正常史に立つ三姉妹像。浅井三姉妹をかたどったもの。浅井三姉妹は、戦国時代の武将、浅井長政と正室氏との間に生まれた三人の娘、茶々、初、甲を指す。それぞれ豊臣秀吉、京国工事、徳川秀忠の妻となった。天下統一を進めた、織田信長の命という血筋に生まれ、二度の戦国大名家の没落。 落城や、両親の死を経験し、その後天下をめぐるとよと家と徳川家の天下の派権争いに深く関わったことから、母、死と並んで戦国の女性の代名詞として語られることが多い。殿与土殿初の肖像画工、高志原院、造船567年、志側にである、織田信長の命令で、大御国の浅井長政に嫁ぎ、三姉妹が生まれる。やがて、 長政と信長が対立、1573年の小谷城の戦いで、小谷城が落城して長政は、切腹、死と三姉妹は、小田一族出身の武将である、藤掛長勝により救出され、小田家に預けられ、小田信次の森山城で暮らすこととなる。信長の死後、死が、小田家の重臣であった、柴田勝家と再婚したのに従い北の症状に、 入るが、1583年の静岳の戦いで、橋場秀吉に敗れて、北の省城が落城。勝家と死は自害し、三姉妹は秀吉に預けられたと言われるが、三姉妹を保護したのは、秀吉ではなく織田信夫とも言われている。その後の三姉妹の運命は、別れることになる。大乗大臣及び関白となる、橋場秀吉の側室となり、着難。 豊臣秀頼を生む。秀吉の死後は、秀頼の聖母として、豊臣家政を掌握するが、やがて、徳川家康と対立することになる。大阪夏の陣で徳川方に敗れ、秀頼と共に自害したとされる。このことと彼女の血縁、隕石関係などが、相まって時代劇、歴史小説、歴史情報番組などに登場する頻度も高い。これらの影響で、 彼女の存在は非常に広く知られている。京国工事の性質として京国家に入った。京国家は室町幕府の侍所の長官を世襲した知式の家門であり、出雲国、沖国、飛騨国などの守護を兼ねた名門の仏家であった。京国家はまた北大海の元の領主であり、浅井家の主筋でもあった。初は三姉妹の中で、 最も格上の武家に嫁いだとも言えるが、当時の京国家は下国城により衰退し、浅井家や、後には、橋場家の庇護を受けていた。また、康次の母は、浅井長政の姉であり、康次と、初は、いとこの間柄であった。夫、康次は、関ヶ原の戦いに先立って、大海大津城で西軍の軍勢を足止めした孔により、若さ一国を与えられて、小マ藩主となった。 工事に先立たれた後、初は出家して、常田会員と名乗る。大阪の陣の際には、姉妹の嫁いだ、豊臣、徳川両家の関係を改善すべく、豊臣方の使者として、仲介に奔走した。夫を支え、衰退した京国家を、大名家として再興させ、三姉妹の中では一番多く落城を経験している。小田政権下における尾張千田軍の国衆。 佐治一世、豊臣政権下における、秀吉の養子、豊臣秀勝との婚姻の後、家康の着難で後に、徳川二大将軍となる、徳川秀忠の妻となり、徳川将軍家に性質としてと継ぐこととなった。三大将軍、徳川家光や、中宮の源和子となり、名将天皇の聖母たちを生む。自らの子孫を後代に残せなかった姉二人とは、 対照的に多くの子を設けた彼女の血筋は、現在の秋人上皇、近城天皇、久日と新皇にまで続いている。なお、意味名については、諸説があって、未だにはっきりしていない。浅井三姉妹関係系図、皇姫たちの戦国の放送に前後して、浅井三姉妹にちなんだゆるキャラが、複数誕生した。ありがとうございます。